ただけなのに。長子先生、大丈夫？嘘、俺まだ女の子の手も握ったことないのに。肖像画が。ベクターがまだ見つかっていないのに、エネルギーが消えそう。説明する暇はない、逃げろ。どうなってるんだ。運命は扉の選択を受け入れよ。あんたも人間か？光あれ。
시지라는 아이, 시지라는 아이디가 30만원을 구했다는 거. 처리하래! 다음에 분위기지에 발표 마음에 한번 띵기지에.